蔡英機は、大韓民国の軍人、外交官、政治家。朝鮮戦争の指揮官であり、陸軍中将で、陸軍参謀総長を務めた。退役後は、国会議員、国防長官、維新声優会員内総務などを歴任した。対局武功勲章授与者。1921年、日本統治下の朝鮮系上府生まれ。1944年に、 日本の先修大学法学部卒業後、日本陸軍公兵学校に入校し、日本陸軍公兵省医に任官される。戦後、韓国に帰国した後、1946年2月18日付で、軍事英語学校を卒業し、任省医。1947年、第一旅団人事参謀。5月、陸軍本部人事所長。 1949年11月、憲兵司令官。1950年4月、第15連隊長。朝鮮戦争が勃発すると第1師団の指揮下に、入り臨進行や楽闘行での戦いで優先した。1950年10月、第1師団副師団長。12月、第8師団長。 1952年6月、国防部長官補佐官憲政軍局長。同年7月、陸軍本部作戦参謀副長。同年8月、アメリカ陸軍式幕僚大学に留学。1953年6月26日、第15師団長。9月、第5軍団長。1956年9月、第2軍司令官。 1959年2月、教育総長、任中将。1960年5月、政治的利害関係により、陸軍中将として、陸軍参謀総長に選出された。参謀総長退任後は、合同参謀会議議長を務め、1960年10月に、陸軍を退役し、1962年4月から、トルコ特命全権大使に任命され、 兼任で、イラン特命全権大使、ヨルダン特命全権大使、サウジアラビア特命全権大使など4カ国の特命全権大使を兼職した。1967年7月、民主共和党公認で第7回国会議員選挙に立候補して当選、1968年2月、国防長官に就任した。1981年に政界を引退した後は、 韓国地域社会福理会の会長を務めていた。西から韓国第7師団、アメリカ第2師団、韓国第5師団、アメリカ第1海兵師団、韓国第8師団。ありがとうございます。